はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。本日もスーパーマリオメーカー2の動画を撮っていきたいと思いますけども、うん、はいはい、もうここはね、ミンバトを極めていいと。ちょっとね、はい、今日はミンバトやるんだけど、はいはい、多分ね、うん、練習しないともうこれ以上上がってかないかも。あれ、もう持ってたマリオ力じゃ足りなかってきた。うん、まあ単純にプレイ時間、ミンバトのプレイ時間伸ばすっていうのもいいんだけど、はい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 、取れる時間が限られてるから。そうね、うん、ちょっと短い時間で上手くなるように、うん、難しめのコースを個人練するっていう作業に入らなきゃいけないかもしれない。で、探すってね、それをじゃあ、うん、このコースを。なるほどね。でも確かにここで見てみて、あ、うん、このステージここうまかったら負けねえみたいなのあったらね、嬉しい。これはね、地獄ですよ。地獄ステージだね。ミンバトのために作ってない、うん、っていうのがあるけど地獄だったな。みんな分かってたしね、うん、もうあれ後ろの方がね踏みやすいのよ。あ、確かに、うん、そういう時は後ろ取るとかは大事かも。そう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 、だから後ろ取ってたけど。あ、いいね、うん、そういうのは、まあまあうまく決まったね今のは。そういうなんかセオリーをちゃんと作るのが大事だね、うんうん。ちなみに大会は、うん、そのあれだよね、公式が作ったステージでやるんだ。いや、あ、違う、応募。あ、応募か。そう、募集してたはず。なるほどね、うん、でもまあ多分選考が入るわけじゃん。選考入る。あ、じゃあやっぱり、いや、でどういうの選ばれるのかな。それこそやっぱ今みたいなのはまあ、あのステージ自体はいいけど、うん、ミンバトには向いてないとか、うんうん、あるわけじゃん。滑ったってよ。これね、いや、ちょっと死ぬのはまずいんだ。そうね。で、下から抜けれるのよ、これ倒した後。なるほどね。間に合う、そいつの最後の1匹を踏むんだ。つー、こいつ、つー、いいぞ、いいぞ。踏みに来るだろ、分かってんだよ。あ、やだ。でもそうね、ここ間に合わねえんだこれ。でも上行くのはないもんな。上行くはなし、俺は下から行く。あと、また来るんだよ、あいつが。あと3よ、ピンクの野郎が。バカ野郎ってことは上だ。そうだ。でも、青の野郎もいるからな。そうなのよ、青の野郎もいるから。で、青は重い、右で待ってる。いや、だいぶ前で待ってる、確かも。じゃあ逆によかったね。え、めっちゃ前で待ってんじゃん。あれ、これいけんじゃね。ちょ、待て待て待て。あー、マリオ間に合うな。分かってる分かってる分かってる、いけるー。それー、ダイン。マリオ力、これはマリオ力。なんで五木ひろしになったかわかんないけど、これはマリオ力。あ、今のはマリオ力だわ。これ、だいぶいいステージじゃない？気持ちいい。やっぱ気持ちいいな、ミンバト勝つと。いいね、うん、ああいう場面で勝つ。うん、うん、これは奪わせない、奪って奪わせない。ああ、これは素晴らしい。こういう練習が大事。大事だけど、うん、単純な基礎能力上げないとちょっと限界来てる感じはある。なるほどね、うん、奪えばいいじゃない。そうそうそう、はいはい、奪う奪われるはもう正直結構自信あるから。なるほどね。そこじゃなくて、もう初見のコースを早く正確に、うんうんうん、まずだから奪い合いになる前にゴールできる能力ね、うん、はい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 、の方を上げたらもっと勝率上がるかなって感じ。それ大事、うん、自己評価、それが自己評価。自己評価。いや、今自分の、うん、だいぶ、いや、奪うのはね相当うまいと思う。まあよく見てるけどね、うん、それはうまいと思います僕も。エネミーズ・イン・ザ・プレインズなので、はい、飛行機の中にメガブロス3体、メガブロス3体、はい、メガブロスって言うんじゃないです。あっぱれだと思ってた、ずっとワールド。これ、うん、アッパーのこと。あー、アッパレって名前。あー、危ねえ。にゅん。あー、このうわ、びっくりした俺今。もうマジびっくりしたんだけど今俺。あー、ふざけんなよ。音はするよね、使う人は。大好きなんですよ。びっくりよ、これびっくりじゃん。これ攻撃されてるにしか見えないんだけど。あ、いいよいいよ、とりあえずね、前に行かないと思う。行ってるんです。うわ、いや、これはもう前倒しちゃうわ。 3体もう落ち着いていこう。落ち着いていくのはなしなんだ。あー、本当だ、うん、あー、何この地獄。
いや、さあ、あとは奪うだけだ。でも、いやー、つまん。いや、近いぞ。そんな遠くない、そんな遠くない。あ、いや、もうダメだ。いや、もう、は何ここ、いけねえんだけど。いや、だけど取り合いしてくれ、取り合いしてくれ。いや、取り合いしてもね、やった、これはこれはやったフェイクパンチにやられた。一番イラついたのはくぐれないブロックあそこちょうど多分ね、1ドットになっちゃって、1ドットか1ブロックになっちゃってて、うん、予期せぬだしな、絶対まあその前のミスが良くなかったな。うん、あそこね、猫でびっくり。はい、マルチプレイヤーレザー来た。これ、大事なんじゃない？これで勝つ。あ、これか、そう、これで勝つのはね、すげえ大事、うん、めちゃ大事じゃない、うん、いや、いいね。これで勝ってこそでしょ。まず選ぶ、まず選ぶ。あー選ぶとこからもすでに繋がり始まってる。あれ、あ、アプリか。いや、一機欲しかったんでしょ。なるほどね、うん、いや、賢い、それは。いや、かっこいい、かっこいいよ。あっ、ちょっとこれどれだ、ウルイジか。あー、でもこれ、え、ヨッシーの方が良くね。格差がある、格差。あー、そうなっちゃうのね。え、これ、ああ、え、これなんだよどうだどうだ、その先はどうなってる。うわ、ヨッシーの方よかったなあそこ差はついてるの。うん、いや、欠陥だと思います。あれ、ちょっと言っちゃった気に食わなくて言っちゃった。欠陥だと思います、僕はね。まあまずキノピオに被られてる時点で1個ね、うん、被れちゃう。あ、まあまあ別に被るのはいいと思うけど。なるほどね、いや、こういうので、まあ、これまあでも勝たなきゃダメだった、これは、うん、これ系は勝っときたいね、うん。さあ、エスプラがいっぱい。はい、これはね、うん、ちょっと勝ちたいです。わかんねえ、韓国語わかんねえな。わかんないからこそもうステージだけで判断する。もらった、わかった、もらった、わかった。それに入ったら負け。うん、俺もそう思った、入ったら負けだ。まれ、デモンスター持ってんのは勝ち。あー、うわーだよ、うん、取ったね、スターね。なるほどね。うん、いや、俺も入っちゃダメなのも分かってたし、スターあるなと思ったんだけど難しかったね見えないしな、この量だと。そうなのよ、とんでもないでしたね。なんて書いてあるんだろう、これね。ちょっと韓国語読める人、これちょっとコメントください、ね、ハングルでなんて書いてあるのか、うん、すっごいなんか哲学的なこと書いてあるかもしれない。そうさあ、フォレストランズ。はい、オッケー。フォレストのランド、林の100枚以上。なるほど、ってことは奪う。え、奪う最後の1枚見切れるところに行って、最後の1枚でも全部じゃないもんね、全部。俺あ、そこは急いでもしょうがないんだよと。得、なになになに、なにそれ、やられちゃいました。全部だったらね、その奪うのも簡単なんだけど。おー、30はでかいんじゃない。いや、これ飛んで、お、もしかしたらね、これ飛んないとダメだもん。飛んないと無理、多分100枚になんない。ここじゃないね、ここだね、多分この先はゴールなんでしょう。なるほど、あれ意味なの、うん、はいはい、まあここにいるのがベストかな、この辺に。なるほど、奪いね。あ、でもそれだね、もうこの土管は一番奪いやすい土管だから。そう、まあ、下手したら一番最初のとこまで行くんだけど、ほぼ全部なのね、コインが。
うん、だから、どうしようか。まあ奪って奪われて最悪キープ。一番できればこいつはやっときたい。なるほどね、はい、やった。よし、いや生きてるか。いやそれ無理なんじゃないか。まだこっち来てないね、うん、いやマリオいなければな。そうなんだけど、マリオいなければ土管の上でいいんだけど。あれってかやられてる、やられてないか。あ、やられてる。入ってこい、入ってこい、ルイジ。多分助けてください。あ、いい、あ、いい、これはもう、いやマリオは邪魔だね。うん、やっとく、やっときたい。来た。うわー、それはうまいねー、それはうまいねー、これはうまいねー、それはうまいねー、いいね、いい判断、いい判断だったね。いやー惜しい。土管、いやでも難しいね。106枚が全部で、うん、なるほどね。まあキープでいいんですよ、こういうのは。なるほど、うん、まあまあちょっと運絡むゲーム、うん、はいはいはい、なるほどね。おい、バーナー炸裂、うん、バーナー炸裂、炸裂は怖いな、なんかなんか起きそうだね。いやこれむずいぞ、ステージちゃう。あー、この感じ、うん、じゃあ慎重に、よし、減らしていこう、減らしていこう。あー、うわ、マジかこれ。強すく、さあ強すくということは、いやもうおっしゃったよ、これは強すくはね、うん、取れない。いやこれもう勝てねえんだよな。もうキノピオ、こいつやるしかねえんだよ。キノピオ2する、うん、こいつやる。まあそれはギブアップするわな。まあもうやるしかねえ、強すくはね、こいつやるしかねえ。強すくの勝ち方、いや、なんだなんだ、止まりすぎ。え、右下にあれ、あ、出てるか、出てる、白くて見えないだけか、くるりんくるりん出てる。あ、なんで全員の残り数が負けられない。ラッキー、絶対キノコここにある。やった、いいよ。さあ、バーナーがない、バーナーがない、ないね、怖いね。あれは回線が落ちた扱いなのかな、あの人の、あの人が落ちたね。で、あの人がホストだったの。なるほどね、まあ、バーナー炸裂してる、だいぶ小規模で今のところはね。バーナー、これ勝ちたいな。これはね、千載一遇だね。うん、対マンよ。これはもうマリオの画面に俺いないのかな。いないと思う。結構遅かったから入ってきたの。だってやられてるからね、今マリオって一回落ちちゃってから来た。さあ、兄弟の対決、兄より優れた弟になる。素晴らしい。バーナーが全然炸裂してる。バーナー全然なかった、全く関係ないと思った、うん、まあそれはハテナだから、うん、ハテナだから、まあまあなるほどね。いやこれはいい、いい勝利、うん、こういうところやっぱ勝たないといけない。まあね、うん、勝たなきゃいけないところを勝つ、うん、素晴らしい。バウザーズパイププリティ、パイププリティ、パイププリティか、パイププリティはね、ちょっとやだな、やなのよ、そうなのよ。でもね、もうパイプはね結構得意なの実は。いや、でも一回別次元行くから運ゲーじゃなくて。あー、ルイジーがーこっち来た。さあ、わわわわわわわ、こっちじゃないねー、上だねー、上だねー、あ、でも西沢が、あー、上だって、違うね、下か、下か、下だねー、違う、やばい、これは、あ、その下か、こっちだね、絶対俺の勝ちだ、ね、見てあの遅さ、みんなの、ね、ずっと同じとこで、え、ずっと同じとこで、あれもどかしさよ、このあれ、いや、これみんな、だって前にってことは、いや
何個か道があるの。え、このさ、違う。どういうこと。むずい。あー、そっちあってる。こっちにあってそうだけど、左行って、左で、はい、いや、戻ってきてないの、多分。右かな。右っぽいね。あ、あ、よくない。これは次元が変わる。よし、やっぱね、言ったじゃん。ハイプ得意なのよ。俺の勝ち。よかった。いやー、これは素晴らしい。うん、嬉しい。やっぱこう、心理をね、読む、うん、どっちにあるのかっていうゴールが。いや、これはね、でもいいステージ。まあね、うん、これの来ても大丈夫。うん、素晴らしい。ただ、うん、ずーっとここから行ったり来たりのレート。俺、10回以上上がってるからね。何度見たよ、このシーン。はい、頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録お願いします。